駅構内市川佐山駅は台湾嘉義県竹崎号にある有山森林鉄路有山線の駅標高82メートルの無人駅で一度廃止されたが2004年に800万台湾ドルを投じて王子の木造駅舎が復元された2007年から日の木列車による特別臨時列車やそれを用いた団体列車が停車するようになった明朝末期に イギリス、オランダ、スペインなどの西欧列強が入植し、平野部を追われた、原住民の相族がこの近辺で日本自家の阿種である、台湾自家の養緑場を営むようになった。そして、丘陵地帯から見下ろし時の風景が鹿の大群に満ちたものであったことから、大群が密集した状態を意味する漢語の、密々、朝朝と合わせて、カーサさんと呼ばれるようになった。 鹿に、主源的価値を見出した西欧諸国、とりわけ鹿側の貿易で巨万の利益を稼いだ、オランダ東インド会社の乱獲で絶滅が危惧されたが、低成功の尽力で西欧諸国を撃退したことで一旦は、絶滅を免れた。今日では、鹿は生息していないが、地名は非、オサむ時代を通して約400年間続いており、戦後の国民党政府が存命を、 上鶴村と改めた後も、駅名として残った、副本線一線を持ち、ステップ式の簡易な仮設台のみ備えている、地上駅。ありがとうございます。